だ。こんにちは。さあ、豊さん、はい、後輩の山崎康晃投手が、はい、6年、はい、18億、はい、大型、まあ、大型というか長期契約、ね、はい、果たしました。おめでとう。残りました。まあ、頑張ったね、はい、まあ、頑張った結果がそういう契約を勝ち取ったということになるからさ、はい、時期的に苦しんだ時期もあるし、はい、でも今年復活してね、そうですね、まあ、よかったなと思うよ、はい、で一時にあのメジャー挑戦とかも出てたんですけど、泣いてたな、はい、まあ、複雑だったんだろうな、はい、夢を諦めて DeNA に骨をうずめる覚悟で泣いたのか、うん、はい、この契約が嬉しくて泣いたのか、両方だろうけどね。そうです、まあ、でも、うん、まあ、男のけじめとして、はい、涙で終わったというね、はい、で横浜のために頑張ると、うん、いいじゃない。いいですね。勝手に想像してるけどそうですね、まあまあでも、はい、まあ、そういう男だしね、はい、うん、ただ、はい、6年という最近その6年とか、まあ、5年4年、まあ、ちょっと長期契約を、何興奮してんだよ早く話まとめて俺に触れよ長期契約多くないですか多い。まあまあ長期契約な、はい、まあ、いろいろ契約ってめんどくさいよね、うん、まあ、今は代理人が入ったりだとかさ、はい、いろいろしたりとか、うん、まあ、選手は保証が欲しいよね、はい、俺が現役だったら6年ありがとうございますっていくらですかみたいな。やっぱり選手としてもおらーほうよのいやそりゃね、はい、それで保証されるんだから、うん、そりゃそれあんなにありがたいことはないよ。そうですよね。今最長と言われているのが、はい、まあ、現役でも昔でも7年な。一番最初7年契約をしたのが松中選手なんですよ、はい、タイトル取った翌年から6年というふうに、はいはい、7年保証されて奥で保証されてるわけだからな。そうです、1000万で保証しますって、うん、いやちょっと待ってくれみたいなそうです、ね、言うけど、はい、何億だからさ。そうですよね。で保証してくれるんだから、はい、それは選手はありがたいよ。ありがたいですよね。現役でも3人、ね、7年契約いまして、はい、山田哲人選手、はい、柳田選手、あと則本投手、はい、この3名が7年契約、うん、ああ、はい、いいなあ、はい、今はなあ保証してくれるからただなんかじゃあ7年契約6年契約しますっていうと、例えば翌年とかちょっと怪我しちゃったりとか不調なシーズン続いたりとかイメージなんですけど、いや気が抜けるよね。それはやっぱあるんですかね。ないか。あります。あるだろう保証されたことだって保証されてんだもんちょっとゆっくりしちゃおうかなみたいな、うん、だから外国人でよくあるじゃん、はい、いやこれ長期契約したらすぐ抜くよって、うん、ほら抜いたみたいな、はい、外国人だけじゃないわけよ、うん、やっぱ勤勉な日本人って言われてるけど、はい、それでもやっぱ保証がつくとさ、うん、やっぱちょっと緩むよね。まあ安心だからマックス100あった闘争心が、はい、まあ、80になっても70になってもしょうがないよね、これ、うん、と俺は思うよ。あ、うん、記事で上げてるんですけれども、まあ、長期契約になった後なかなかこうカムバックできなかった選手っていうのが、例えばなんですけど、例えば松坂選手怪我に泣かされてしまったりとか、あ、まあ、松坂の場合はメジャーから帰ってきて、はい、もうある程度の年になってたじゃない。あ、そうですね、うん、それとまあ故障箇所もあってね、はい、それは松坂に責任はないんじゃないの。まあ、そうですね、うん、まあ、契約した方がってことになってきますもんね。そうあとは、まあ、中日を退団した平田選手、まあね、はい、平田も長期契約だった。はい、そうです ね、はい、あとは、まあ、先ほどの松中、あ、松中ね、はい、まあ、そうですね、はい、選手であったりとか、あと西武の金子選手、まあ、金子選手は4年なんですけれども、うん、不調になってしまったりとか、まあ、いろんなことが重なってとか、うん、気が抜けるよな、うん、でもそうやらないと選手は残ってくれないとかさ、はい、まあ、そういうことでしょう。そうですね、まあ、保証を勝ち取ったということが、まあ、闘争心までなくしたというね、うん、まあ、そういうことも言えるかもわからないけど、まあ、そこがやっぱり人間としてのプライドだよね、はい、もらってるお金、そういうものに対しての責任というかさ、はい、まあ、そういうものが出てきたりだとか、ただやっぱりそこまで勝ち取るのに相当酷使してきてるからね。そうですね、うん、だから取った途端に気が抜けて、うん、あれ故障箇所こんなとこ故障してたみたいな、はい、それは俺は仕方ないと思うよまあそうですね、あれこんなとこ痛かったんだみたいな、うん、そういうのはあると思うよ。そうですね、うん、確かに気がついたらみたいな。しかも長期契約できる年っていきなり若手で長期契約なんかできないので、やっぱりある程度の年齢になってからじゃないとそんな契約結んでくれない。いやそれはもう村上に10年契約でやったらいいと思う10年60億
でもメジャー行っちゃいますけどね、きっとね。まあまあ可能性はあるよね、はい、でも村上の年齢であれば10年契約してもいいと思う、はい、で村上のあの闘争心と負けず嫌い、はい、あの面構えを見た時にやっても大丈夫だなと思うよね、うん、だけどやっぱ FA ってある程度の年齢になってのことだから、はい、ある程度故障してたりだとかさ、うん、いろんなところは傷んでるはずなんだよね。そうですよね、うん、あとあの DeNA の宮崎選手も長期ですね。でもよくやったね今年ね、はい、そうですよね、うん、まあ怪我も途中したけども、うん、まあでもよくやったと思うよ、6年契約でですね、うん、だから責任感強いなと思ってさ、うん、球団側としてはどうなんですか、長期契約もいてほしいっていうのもあるので、やっぱ長期契約したけれども、いやそれは球団で俺が GM だったら、はい、6年契約バカ野郎、まあ、冗談じゃねえよみたいな思います。経営者はふざけんなお前、いくらかかるんだとか言っていやそんな出せねえよって、まあ、とりあえず3年でこれは保証してやると、うんうん、この3年間はインセンティブにしろって全部、あそれで6年契約するんだったらいいけど、4年目からインセンティブつけろ、まあ、変動制にするってことですね。もう絶対そうだよね。だからまあ OPS の平均をこう出しておいて、はい、この3年間の OPS がこれ下がったら、うん、このぐらい下がったとしたらこっからは減俸なみたいな、はい、そういう契約しとかないとさ、うん、選手を甘やかしていいことは絶対ないから、うん、やっぱファンあってのプロ野球で、はい、その人たちのファンもいるじゃない、うん、長期契約をして、ああダメになって少し成績が下がる、ああ上がってこれない、これは球団としての責任もあるからね、はい、選手だけじゃなくてね、うん、だからやっぱそういう契約をうまく結んどかないと選手のパフォーマンスが落ちる、はい、落ちるということは金を出しながら損してるのは球団だということだから、はい、だからそこら辺はよく考えてほしいよな、うん、やっぱり選手にとっても球団にとってもいい年数っていうのはやっぱ3年とかがやっぱりいいですかね。どうなんですかね、その選手にもよるな。選手によってもまた3年が、ね、3年とか2年3年がいい選手もいれば 4,5 年の方がいや森藤な長ければ長いほどいいでしょう。いやもう一生契約してくれと思うよねいや思いますよ思うよね、うん、それは長い方にこうしたことはない選手も、うん、ただもう1回3年経って FA を取れるんであれば、はい、6年契約というよりも、うん、まあ3年でやっといてここの3年間頑張って他が高く買ってくれないかなとか、そういうことを考える選手は3年にしといた方が得かもね。そうですね、うん、だから6年契約って言ったら、まあ、大体もう骨をうずめるっていうね、まあ、どこにも行かない覚悟をするという、うん、まあ、そういうことがあるから、若くて、まあ、例えば33ぐらいの時に2度目の FA を取れるんであれば、あいやちょっと3年にしてくれと6年いりませんみたいな、はい、っていう可能性はあるよね。そうですね、うん、自分がその契約できる年齢のもあれでしょうし、どう選手が考えるかですよね。まあ、そうだね、うん、ダブルの FA って美味しいからね。そうですよね、2回できるって言ったら美味しいよ、まあ、美味しい、確かに。でもその間猛烈に頑張ってないと、いや頑張るのはいつでも頑張るじゃないでも6年になったりとか長期契約になると、はい、やっぱりちょっと気が緩むということだよね。そこなんですね。これは人間の心理で俺はしょうがないと思うよ、うん、そらさしんどいよ6年毎年頑張り続けるの毎年頑張れ頑張れっていうのもね、うん、そら、ああよかったって、なんか一つ達成感はあるでしょ、 FA を取ってそういう契約ができたらね、はい、まあ、そこで無知入れてもさ、うん、痛くないですみたいな言うと思うよです、ね、美味しいですみたいな美味しいです、そうでしょうね、そうそうそう、まあ、それはある程度多めに見てやらないとダメだということだよね、うん、ただずっとダメであればさ、はい、それはもう選手の責任だし、うん、その責任感というのは問われるけどね、はい、まあ、だけど気が多少抜けるのは仕方ないということだね。よく外国人であるのは最後の1年猛烈に頑張る選手いますよ。いやいや、そりゃそうだよ、またあれ勝ち取ろうとするからそうですよね、まあ、露骨に見えないのが日本人のいいところで、はい、露骨に見えるのが外国人だよね。そうなんです、ね、まあ、でもそれはもうしょうがないよね、うん、露骨に見えないからいいのか悪いのかっていう問題じゃなくて、うん、はい、まあ、常に頑張っておいてほしいということだよね。本音はそこです、ね、はい、はい。